赤いナケファルスは、アメリカユタ州、カイパロイッツ層で発見されたアンキロサウルス科の、恐竜の属の一つ。模式種赤いナケファルスジョンソニアキーナセファラスジョーンソニー一種の実が、知られている。ララミティア大陸南部で発見された鎧竜標本の中で最も完全な標本が赤いナケファルスの、ホロタイプである。頭骨2008年、ユタ州ン軍のグランドスターケースエスカランテ、 国立記念公園で一体のアンキロサウルス類の骨格がこの地域で初めて発見された。見つけたのはスコット・リチャードソンである。2009年、アーミスラの探検隊による発掘が完了した。頭骨は定年した科学者のランディ・ジョンソンが4年かけて無償でクリーニングを行った。その頭骨は CAT スキャンで解析された。2018年、 模式種赤カイナケファルス・ジョンソニが古生物学者のダッチ、ワイアスマ、アーミスラによって、記載、命名された。俗名は、トゲの生えた頭にちなみ、古代ギリシャ語で、トゲを意味するカッパアルファヨタニューアルファーと、トウを意味するカッパイプシロンファイアルファーラムダの組み合わせである。種商名は、プレパレーターのランディ・ジョンソンへの懸命である。ホロタイプ NVP2202 は、 ハイパロイッツ層で発見された。ホロタイプは、頭骨と下学骨を含む部分骨格からなり、前歯骨、4つの動詞、8つの潜水、8つの連結していないオシー、11の棒状に連結したオシー、テールクラブ、肋骨、両方の肩甲骨、左の右甲骨、右の上腕骨、右の尺骨、左の腸骨,骨、左の大腿骨、左の肩骨、 左の中足骨、左の四骨、左の抹節骨、二つの頸椎ハーフリング、および14の背中や腰のオステオダームで構成される。これらは全身骨格の45%を占める。ユタ州立自然史博物館のコレクションの一部である。テールハンドルとクラブ機載者はいくつかの独特の特徴を示している。これらのいくつかは固有派生形質と呼ばれる。 本属独自のものである。眼下上縁が側面から見て重厚で、後方に向かって高く伸びる隆起を形成し、眼下の上にも横に伸び、眼下の前、上隅と後端を取り囲む。方角が三角形でほぼ垂直に下に向いている。前頭骨上に中央の大きく扁平な六角形の革骨が存在する。前頭骨と尾骨にまたがる帯は、 対照的に配置され密集した円錐形のキャプやテグヤリーによって覆われる。尾骨は円錐形のキャプやテグヤリーの明確な中央を示し、対照的に上気の皮骨から分離し、それらの側面に位置する。頭骨後部では規定後頭骨によって形成された大脳甲の部分が後頭下の斜め上と前に位置している。禁煙なノドケファロサウルスとの頭骨比較。 赤いナキファルスの頭部の装甲は、ノドケファロサウルスのそれと酷似している。ノドケファロサウルスは、ニューメキシコ州で発見され、ララミリア南部に生息していた、近縁属である。記載論文では、赤いナキファルスが有効なタクサであることを証明するために、この二属を密に比較している。赤いナセファルスとノドケファロサウルスには、微光のピラミッド型の川骨や、 尾光の上に広がるアーマーなどの特徴が共通しているが相違点もある。赤いナケファルスでは前後の上眼下の皮骨が単一の後ろ向きの高構造を形成している。ノドケファロサウルスではこれらははるかに小さいサイズの独立した要素のままである。ノドケファロサウルスの方角は大きな三角形でまっすぐ下を向いているが赤いナケファルスの 高角はより小さな湾曲したヒレのように後ろに向かって曲がっている。喉ケファロサウルスの頭骨は一部しか知られていないため、比較は困難である。また、赤いナケファルスのホロタイプでは扁平角が折れていて、正確な形状がわからず、頭骨全体が前後に圧縮されているため、鼻と後ろがくっついたようなくびれができ、眼下の周囲が狭くなったり、高くなったりしている。 しかし、ノドキファローサウルスは、カートランド層で300万年前の層で発見されたため、両者は別属であることを前提としている。潜椎と、潜惜し尾骨の前の骨である前上蛇骨は、長さよりも幅の広い U 字型の上のくちばしを形成する。尾骨の側面はアーマーで覆われていない。上蛇骨派の数は一辺あたり、最低16個と推定されている。骨のは、 鼻の側面に向いている。鼻孔は、やや小さく、明確に細分化されていない。四鎖骨は強く傾斜しており、顎関節は、側面から見て頬骨突起の前に位置しているが、この特徴は、他のアンキロサウルス類では報告されていない。赤いナケファルス及びその近縁属、ノドケファロサウルス、サイカニア、 ミノタウラサウルスの頭骨の装飾の図子系統解析によって赤いナケファルスはララミディアのアンキロサウルス類のドケファロサウルスと単系統をなすことが分かった。また分岐分析ら赤いナケファルスとのドケファロサウルスはエウオプロケファルスやアンキロサウルスのような北方系のアンキロサウルス類よりもサイカニアやタルキアのようなアジアのアンキロサウルス類との近縁性が高いことも明らかになった。 この発見は北部と南部のララミリア大陸のアンキロサウルス類の個体群の間に地方性が存在していたことを示している。さらに赤いナケファルスの発見は海面低下によってベイリング陸橋をスケ行して大陸間の移動が可能になったアジアと北米の間で少なくとも2つの動物症の繊維があったことを示している。白秋高期カイパロイツ層の化石は 北米を西のララミリア大陸と東のアパラチア大陸に分断した西部内陸回路の西岸近くに位置していた。恐竜が暮らしていた大地は大きな水路と豊富な湿地帯の小卓河川が支配する古代の氾濫源であり、高地に接していた。気候は湿潤で湿度が高く、豊富で多様な生物が生息していた。この地層は世界で最も良好に、 後期白亜紀の陸上生物賞を記録している地層の一つである。赤いナケファルスは自然環境をドロマエオサウルス類、トロオドン類のタロス、ティラノサウルス類のテラトフォネウス、パラサウロロフスやグリポサウルスのようなハドロサウルス類、ユタケラトプス、ナストケラトプス、コスモケラトプスのようなケラトプス類、オビラプトル類のハグリフスといった、いった。 他の恐竜たちと共有していた。カイパロイッツ層の古環境には、軟骨魚類、三ウ魚、カエル、カメ、トカゲ、ワニ、有体類や、食虫類のような多様な哺乳類も含まれていた。ありがとうございます。